始まりました。ミルクサッカーアカデミー、井上真央でございます。ノーミルク佐藤です。プロサッカーデータバルのノーミルク佐藤先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はバンフォーレ甲府です。よろしくお願いいたしま す。ということで J1 から J3 まで全てね、全チーム開催中、このシリーズでございます。はい、ドン、こんな新戦力になっておりますということでございますけども、はい、先生、じゃあまずはね、はい、いつも通り表の見方からいきましょう。よろしくお願いします。ピンクの部分、こちらが、ゴールキーパーとなっております。はい、そのまま皆さん右の方へ進んでください。うん、青がセンターバック、水色がサイドバック、またはウィングバックになっておりまして、はい、オレンジが守備的ミッドフィルダー、ね、黄色がね、黄色と黄緑、ちょっとね、甲府の場合人数少ないですが、はい、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、黄緑がサイドミッドフィルダーやウィンガーとなっております。はい、で、めちゃめちゃ人数多いですが、うん、緑がセンターフォワードとなっております。本当ですね。はい、はい、そして縦軸は世代でオリンピックごとにね、分かれておりますということになります。世代とポジション分布が一目で分かるこの表でございます。そして先生、黄色で囲まれているのが2020シーズンの序盤戦、前半戦の主力候補と、はい、考えていただければいいかなと思っております。はい、そして星がルーキーですね。はい、はい、ですね。でございます。じゃあ行きましょう。はい、いや本当ですね、黄色と黄緑が極端に少ない。そうなんですよ。で、緑の選手がだから、まあ、はい、いろんなところのポジションやったりだとかって感じになってくるのかなと思うんですが、今年中にほとんどの選手色変わる人多いんじゃないですかね。あ、なるほど、はい、チェンジってことですか。そうなんですよ。2列目に下がってくると言いますか。そうなんですよ。はいはいはい、で、例えばまずゴールキーパーから、ね、いつも通り行きたいなと思うんですけど、はいはい、主力候補として川田選手入れてはいたんですが、うん、開幕スタメン勝ち取ったのは岡西選手でした。はい、もしかしたらここ守護神交代はあり得るかもしれないですね。なるほど。続いてセンターバックでございます。はい、大ベテラン、もうむしろレジェンド、山本英臣。うん、はいはいはい、今年はセンターバックでのスタメンは違うのかなと思っていたら、やっぱりスタメンでは出なかったんですよ、センターバックでは。うん、ははでは、ボランチで出ました。そうなんですか。そうなんですよ。でセンターバックが、まあ下に書いてある通り今津中塩という2人がですよ、ね、そうなんですよ。はい、だからもともとね、甲府はベテランがセンターバックやるのなんて結構、ね、ずっとやってきたところでしたけど、はい、一気に変わりましたね。はい、今津中塩の2人が開幕スタメンを勝ち取った次第でした。はい、うん、そして、もう一個久しぶりに起こったよねっていう意味で言うと、甲府もともとずっと3バックこの10年ぐらいずっとやってきてたんですが、はい、4バックになりまして。そうですよね、この人員だったら特にそういう、ね、そうなんですよ、サイドも多いですからね。はい、で左で内田健太が出て、右で藤田が出たという流れになりました。はい、でそのまま守備的ミッドフィルダーに行くと、まあ、新井亮太がこのままだとスタメンかなというか、新井と野沢のスタメンになるんじゃないかなと目されていたんですが、うん、なんと山本が取ったということで、山本野沢という2人で、ボランチを組むことになりました。はい、まあ、ベテランと若手から中堅へっていうところですね。はい、野沢選手ね、もしくは、まあ、こちら超若手になりますけど、はい、東京戦の山田陸選手、はい、去年は長野行ってましたけど、うんうんうん、山田選手が開幕スタメンの可能性もなんてところはあったんですよ。いわゆる伊藤監督のいわゆる秘蔵っ子みたいな形なので、はい、戦術理解してる分かななんてのもあったんですが、はい、ではなくと、やっぱりベテランになったっていうところでしたね。あとは前線の4枚といったところなんですが、あとはね、もうここ分かりやすいとおり、もう黄色と黄緑が本当におりません。で黄緑に関してはもう泉澤選手しかいない。でただ唯一言えば、うん、泉澤選手の隣に松田力選手が黄緑できるってことで、うん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 、泉澤松田の、2列目になりました。はい、で開幕はね、でセンターフォワードがラファエルとドゥドゥっていう形になったという流れでした。うん、でトレーニングマッチでは、キャンプですね、キャンプの期間の練習試合では、うん、太田修介選手が、ずっといわゆる点を取り続けていて、うん、8点ぐらい取ってたみたいな、8試合8点ぐらい取ってたみたいな感じのこと聞いてて、むしろ今年のエース太田なんじゃないなんて言われていたんですが、なんと開幕節ではおらず、スタメンにはおらず、さらに言うとベンチにもいなくて、あれなんて、なんか体調不良だか、ああそうなんですか、そうそうそう、ちょっとした怪我みたいな形だったらしいんですけ ど、いわゆる今年の鍵は、一応黄色は書いてまだ書いてなかったですけど、はい、太田修介だと思っていただければいいかもしれません。ちなみに開幕戦の次の日に大体、各チーム J リーグチームって、練習マッチ、スタメンじゃなかった選手たちでこう組んだりすることがあるんですよ。はいはい、でそこで太田選手出てきたらしくて、やっぱり点取ってました。うん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 、でおそらく J リーグ再開してから
また太田選手がおそらく2列目真ん中とかやることになるんじゃないのかなと思っております。ということで、はい、早くもこっち行っちゃいましょう。はい、こちらでございます、はい、飛んでました、そんな感じなことを意識した上での番手表ですね。左側が、前半戦序盤戦のスタメン候補と思ってください、はい、で右上の部分が、ポジション別チーム内番手表となっております、はい、うん、その下に、2020シーズンのルーキープレイヤー、さらに下の部分に主役の若手や候補サポ向け注目株等々を書いておりますという感じですね、はい、で左側見ていただけたらやっぱ左のハーフにというか左のサイドに泉沢、うん、はい、右に松田とそれぞれね、うん、まあ、マリノスだったりヴェルディ大宮だったりガンバだったりで泉沢選手はこのポジションずっとやってきましたし、で右でね、福岡トートリやってきましたこの松田選手はこの右のポジション合いますから、うん、はい、で真ん中に太田修介入れて、まあ、ラファエルとの、縦関係2トップみたいな感じにはなっていくのかなとは思います。そうなんですね、うん、はいはい、あとはこの左側の選手たちで言えば、まあ、キーパーが川端選手か岡西選手かっていうところ、うん、そしてあとベテ大ベテラン山本秀臣がセンターバックはボランチのところで、まあ、入り込んでくるのかなっていうのが今のところ見える全体の主要メンバーといったところかもしれませんね。ただここまだまだそれこそ大卒ルーキー組とか、うん、それこそ若いメンバーもかなりいる感じなので、うん、特にこのままいくとね、まあさ皆さん、うん、ちょっと42試合まだやるかどうかもまだ分かりませんけど、あ、日程ですよね。そうなんですよ、はい、で今の現状だったらやる前提の上で話を進めていきたいんですが、はいはい、うん、42試合 で、うん、で公式戦で言ったら甲府は今年ルヴァンはないですが、うん、天皇杯はあるじゃないですか、うん、と考えると42たす最低1、うん、おそらくでももうちょい戦うことになると思いますけど、うん、45試合を大体ほぼ半年間の中でやっていくことになるんですよ。はいはいはい、無理ですよ、やっぱりそうですよね、うん、で特にこのチーム元からそのベテランが多かったとかもしくは山本選手ですよね、うん、またはそのサイドの選手は泉沢選手松田選手いますけど、うん、このポジションが相当スプリントだったりとか、うん、走行距離を稼ぐことになるのでスタミナの、はい、もう消費が激しい、はいはいはい、だからこのポジションがもうちょいみんな使えるよとかもしくは夏場で誰か獲得したよっていう感じとかになってくるのかなってのが今のところ思われる部分かもしれませんね。なので若手の台頭必須、うん、2試合とか3試合のレベルじゃなくてやっぱり10試合20試合と出ていくんだっていう形で、それこそね高卒2年目になる中山選手とか宮崎選手はもちろんのこと、うん、向こうが移籍でやってきた山田選手だったりだとかレンタルバックで帰ってきた入間川選手だとかこの辺りにはもう発揮してね、うん、でもあれですよね、必須というのは逆にファンにとってはこっちは楽しみと言いますかね、楽しみですね、成長してくれないとやっていけない45試合ってことだもんね。そうなんですよ、なるほど、なんで若手メンバーにちょっと期待していきたいな、もちろんチャンスも必ず来るであろうということだもんね。そうなんですよ、甲府はねそれこそかなりいろんな選手飛び出してってますからね、例えば今日本代表組で言っても例えば、ね、佐々木翔、そっか、はいはい、まあ、柏芳文なんかもそうですけど、うん、代表じゃないけど、ね、あとはやっぱり伊東純也選手ですよね、はい、そっかそっか、そう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 、そういうことを考えていくと、うん、やっぱそういうことって起こるのかななんていうふうには思いますね、うんうんうん、であと皆さん右下ちょっと見ていただきたいんですが、はい、主役の若手甲府サポ向け注目株、うん、J サポ向け注目株と入れてるんですけど、うん、主役の若手にはここちょっと年代あれですがちょっとだけ上ですけど太田修介と入れてみました、はい、やっぱりトレーニングマッチでの得点王なので、うん、はい、もうこのチーム主役の若手というよりも今シーズンのチーム MVP になるぐらいの、うん、働きがちょっと見たいなと、うん、期待されますね。そうですね、15点以上とかね、うん、あとはもう一人、甲府サポ向け注目株に入れたのが移籍してきた組ですね、松田力選手ですね、はい、10ゴール10アシストなんてことも可能なんじゃないかと思うので、うん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 、真ん中2人ラファエル太田それ以外でももちろん金沢の、ドゥドゥラ、真ん中で点取れる選手が多いので、うん、右からチャンスをたくさん作っていって、はい、欲しいなというところ、うん、あとはね、先ほど言いました通り、山田陸選手伊藤チルドレン的な部分をね出して戦術にこう磨きをかけていってほしいなというところでございました。はい、ありがとうございます。よくわかりましたということで、バンフォーレ甲府のことをね新シーズンのメンバーそして、人数構成などね伺っておきましたということで、全チーム展開中のこのシリーズ今日終わっているのが左からタグで見ていただきますと下のタグ
左から2番目までなんですよ ね、 そうですね。これを連関かけて全部やっていきますということで、ね、はい、ぜひチャンネル登録並びにこの動画の拡散、そして、いいねボタンも押していただけると超先生がね、僕もね嬉しいですよ。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします、はい、そしてライブ配信も我々ね、はい、月曜9時からやっております。おります。劇場ライブなんかもね、まあ、また集まれる状態になれ次第 ね、 そうですね、やっていきたいと思ってますので、またね皆さんとか概要欄でですね、はい、ご報告させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ということでございました。ということで最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ノーベマーでした。ノーミルク佐藤でした。はい、というわけでまた聞いてください。いってらっしゃい。いってらっしゃい。今日も良い日に。ほっこり。